はい、どうも皆さんおはようございます。クリニックのクリです。ということで今回なんですけども、今日も週一投稿撮っていきたいと思います。今日の予定がこんな感じなんですけど、今からね、ちょっと大学の方行って、朝飯と、ちょっとやること済まして練習して、大学で、作業して、買い物行って料理作って食べて柔軟して風呂入って寝るっていう感じになっております。1個前の投稿と、撮影日一緒なんですけど、今日はちょっとね、練習のメニューが違ったりとか、バイトがなかったりで、またちょっと違う一日が来ると思うんで、僕の一日を今日も撮っていきたいと思います。はい、どうも皆さん、関西インカレぶりです。実況の栗です。ということで、現在ね、矢印がついてる部分が僕なんですけど、今察しました。で、今回ね、この組、この日の中で一番レベルの高い組の中に入って、練習させてもらって、そうですね、もう今見てわかる通り、内側からね、自分のチームの速い選手たちに一瞬で抜かれるというね、僕の意識としては後半垂れないように意識して、こっから上げたつもりなんですけど、あんまし体も動かず、きちーっと思いながらね、でも全力で頑張ってついてきました。はい。で、次 80m ですね。 80m はもうさっきの250でもう完全に体がね、もうあっとなって、もう動かない中、しっかりね、腕振って、頑張ってついていけれたんじゃないかなって思います。はい、次 200m ね、この今矢印ついてる人が僕なんですけど、200m はもう残ってる体力全部使い切るぐらいの気持ちでね、もう前半からというか、全体的にイーブンで走るつもりで走りました。で、内側の子がね、僕の同級生で、一緒に競ってるライバルなんですけど、その子が上げてきたんで、そういう子には負けたくないと思いながら、2人でめちゃめちゃ競って最後ちょっと上がってますね。はい。のおかげで 200m 22秒4ぐらいで走るって、結構いいんじゃないかなと思います。で、 100m 完全にガス欠、もう人だけで見ても速度違うし、もうみんながね、結構全力走ってるジョグジョグでもこれほんまに僕の全力なんですよ。いや、きついね。続きのメニューへどうぞ。始めようぜ。こいつうざいから。あ、ちょっとピンポイント、俺もう一気しかない。